マナベ・タケシ・マナベ・タケシから1918年12月14日は日本の陸軍軍人、政治家。最終階級は陸軍中将、貴族院議員、男尺、洋名、熊槌、長州藩中士、マナベやスノブの長男として生まれる、明倫館で学び、 1866年、環状隊に入隊。1870年、大阪兵部商遁所に入営し、1871年、陸軍青年学者を卒業。陸軍共同団出資を経て、1872年、陸軍少尉任官。以後、陸軍兵学両付、陸軍省、第一局第三課などを経て、1877年4月から10月まで。 西南戦争に出征した。陸軍省、第1局第3課長心得、総務局部学課長、同局第3課長心得、同課長、不評第3連隊長、第1軍事課長、第4師団参謀長、第1軍事課長、総務局人事課長などを歴任し、1897年7月、陸軍省省に進級。 1900年7月から10月まで義和団の乱に、不評大給料団長として出生した。その際、新国の馬定義を横領した県議が、明るみとなり、1902年6月に休職となった。将来の陸軍大臣とも職望されていたが、その道は、馬定義事件により閉ざされた。1904年4月、留守大護師団長を経て、1905年2月、 陸軍中将となり、翌年7月に給食、休職、1907年11月13日、予備役に編入された。1914年4月1日、交尾役となる。1918年4月1日に退役した。1907年9月、男爵を乗車し家族となり、貴族院議員、陸軍参政官を歴任。ありがとうございます。